の3人でお送りいたします。今回は8月7日にある喜多方発21世紀シアターに参加する朗読劇泊山の冒険に出演する2人と演技指導の横澤さんでお送りします。泊山の冒険は絵本作家の岩村和夫さんの長編絵本です。世界最小の哺乳類といわれる大人の親指くらいしかないトガリネズミのトガリンは一人前になるためにテントウムシのテントと一緒にいつもてっぺんが雲に隠れているトガリ山を目指して冒険に出るというお話です。前進座は25年ほど前に初演いたしました。実は私はその時はテントウムシのテントをやっておりました。今回の喜多方発21世紀シアターでは朗読劇なんですけど、前は違ったんですよね。25年前は子どものためのミュージカルとして上演してました。トガリは一人の役者がトガリ、テントも一人の役者なんですけど、あと他に出てくる方たちはいろんな役を兼ねて、哺乳類だけじゃなくって鳥類に爬虫類両生類虫昆虫いろんなものが出てくるんだけど、キノコもみんながいろんなキノコが出てくるんだけど、津田圭一さんはこの時はトガリネズミのトガリじいさんの役をやってらしたんですけど、ここにだけというこの役も演じてらっしゃって、ピュッと押すと頭のてっぺんからふっと煙みたいな出るね。だからホコリタケっていうんだけど、ここの煙をどうやって出そうかって、はい、実はあるものを使って出しました。片栗粉実は龍角散を使って、このキノコの帽子の中に龍角散を入れて、細いストローのような管を使って手元でピュッと押すと、この間リサちゃんとその時の動画見てたら、津田さん出てきたら子供たちがすごいなんかざわざわしてクスクスして、とにかくね楽しく仲良く楽しく本当に作ってて、仕掛け5年ぐらい回りましたかね。今回この「とがり山の冒険」を上演するにあたって2人はロケハンに行ってるんですよね、はい、岩村和夫先生が原作者なんですけど、岩村和夫絵本の丘美術館というところが栃木県の那須、ね、にありまして、はい、千太郎さんに車を運転してもらって行ってきて、で実際に今村和夫先生にもお会いして、前にやった時の芝居作った時の話だとか、いろいろ前進座との思い出を話してくださったり、でその後外に出てってくるみを拾ってくるみ食べるかみたいな感じその場で割ってくださって生のくるみをいただいたりとか、はい、黒文字の枝をパキッと折って匂いを嗅いだりとか、うん、黒文字って昔の用字とかね、うん、使う、はい、絵本の丘美術館でもあの人山というか人丘が全部敷地で、うん、そこに牧場があったり畑があったりして、ね、はい、種まきして収穫してとかっていうのがプログラムされたりして、とても素敵なところですよね。私も何度か伺いましたし、絵本の丘美術館の中の なんていうのホールというか、ちょっと空間があったでしょ、はい、ありました。ピアノ、実はあそこで私は一人朗読を泊山の冒険をやらせていただいたり、考えるカエル君ポケット版そこでやってますよね。ポケット版もやってますよね、はい、とても素敵なところなので、ぜひ皆さんいらしてください、はい、面白いところです。今回は喜多方発21世紀シアターというところでのイベントになります。この21世紀シアターは22年前に福島県の喜多方市で子どものための演劇フェスティバルとして開催されました。前進座は多分15、6作品そこに参加しているんですけれども、2人は初参加になりますけど、はい、ぜひその意気込みをお聞かせください。はい、今回の「とがり山の冒険」では私はとがりネズミのとがり、男の子の役をやります。男の子の役は初めてではないんですけれど、とっても元気で「よっしゃ冒険に行くぞ」っていう明るい男の子なので、活発に明るく朗読劇で表現していきたいと思います。頑張ります。私は前に横澤さんも演じたテントウムシのテントネン役で今回出演します。私保育士とか幼稚園教諭の勉強もしてたくらい子供大好きで、ずっと児童演劇やりたかったんですけど、プラス今回喜多方市つまり福島県の公演ということで、福島市出身の私としては初めての福島県での公演ということで、二重に気合入ってますので、
全力で楽しんでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。嵐一太郎です。私一人で13役を演じさせていただきます。後輩の女優さん2人がトガリーとテントを演じて、それに絡んでいく役すべてを僕一人で演じ分けるという作品になっております。実は今東海道四谷怪談の公演中で、四谷怪談をやりながらトガリ山の冒険もしっかり作って皆さんのもとにお届けしたいと思っております。それでは頑張ります。よろしくお願いします。北方発21世紀シアター、8月7日日曜日14時半から北方プラザのショーホールで私たちがトガリ山の冒険をやります。8月5日の金曜日から8月4日の月曜日まで4日間パントマイムだったり落語だったり、本当にいろんなお芝居がいっぱい見れるイベントですので、皆さんぜひいらしてください。よろしくお願いします。チャンネル登録、いいねボタン、この動画を応援するおひねりポスト、よろしくお願いします。よろしくお願いします。